今日は世紀の大コケ映画ベスト5を紹介します。永久保存版なのでいいねと保存をおすすめします。第5位、進撃の巨人。これは興行収入30億円超えたんですけど、酷評の嵐でしたね。その一番の理由はリヴァイの不在、さらにオリジナルキャラクターが多数登場、既存のキャラ設定まで改変されてしまった。これだと原作ファンは納得いかない。第4位、小栗旬主演、実写版のルパン三世。笑いに走るなら徹底的にコメディーに、そうしないから中途半端なこの作品になっちゃうんだよね。これにつきます。第3位、大怪獣の後始末。いやー、究極の拍子抜け映画でしたね。これは宣伝の仕方がまずかった。ゴジラみたいな超大作映画ですよという歌い文句をしないで、ゆるーいコントじみた映画だよという風に打ち出せばよかった。これはどういう見方で見ていいのか分かんなかったもんね。第2位、ドラゴンボールエボリューション。なぜか亀仙人が超ユーファー、謎の学園